アレクサンドル・バレリエビチ・カリフマンは、サンクト・ペテルブルク出身のユダヤ人のソビエト連邦、ロシアのチェスグランドマスターである。前の世界チェス選手権チャンピオンである。カリフマンは6歳の時に父からチェスを教えられ、1990年のニューヨークオープンで優勝し、グランドマスターとなった。彼の最も大きな業績は、1999年の 世界ジェス選手権で優勝し、1年間タイトルを保持したことである。優勝時の彼の色レーティングは、世界44位であり、世界1位だった元世界チャンピオンのガルリ・カスパロフと比較された。カリフマンは、トーナメント後に、レーティングシステムは、総当あたりの招待大会でばかり指す選手にはとても、都合が良い。私は、彼らの多くは過大に評価されていると思う。 このような人は、レーティングが、同程度で高く止まるため、大会の運営者は、同じ人ばかりを何度も大会に招待すると述べている。その発言への返答としてかもしれないが、カリフマンは、翌年のリナレスチェストーナメントに招待され、優勝したカスパロフには及ばないものの悪くない、成績を残した。彼はまた、1982年のソビエト、連邦ユースチェス選手権、 1984年のソビート連邦チェス選手権。1985年と1987年のモスクワチェス選手権。1990年のフロー人間。1993年のテルアーペル。1994年のオイペンチェスオープン。1995年のサンクトペテルブルクチェスオープン。1996年のロシア選手権。1997年の グランドマスタートーナメント、1997年のオーフス、1997年の世界チーム選手権、1998年のバートビーゼ、2000年のーゲビーン、2000年のチェスオリンピアード等の大会でも優勝した。彼はトレーナーのゲナジ・ニーシスと共にサンクトペテルブルクでザ・グランドマスター・チェススクールと呼ばれるチェスの学校を経営している。そこで彼は、 チェスイコールインテレクトキャラクターというモットーの下に世界中から集まった選手を指導している。ありがとうございます。